みなさんこんにちは、みずきあおの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日は、はい、リップ、実は買いました。じゃん、3コンセプトアイズのリップです。で、これなんかメルカリで買ったんですよ。で、そのメルカリもなんか新商品違う、新品で、なんかそのまま送ってくれるみたいな感じなんで、で、それがこの4つセットで1700円ぐらいやったんかな。で、めっちゃ安くて、最初多分届かんのちゃうとか思って、で、怪しんでて、で、口コミみたいなのを見たら、めちゃめちゃ評価良くて、で、ちゃんと届いてくるみたいな感じで、で、みんなも良いと思って買ったんですよ。だから、なんか後ろにな、ババババが書いてあんねんやん。これ、見える？だからな、それで、またその、買ってから、口コミの次真ん中の評価がついてたから、真ん中のその評価を見たら、なんか、もしかしたら偽物かもしれんみたいな感じで書いてたから、ほんまに偽物か本物かわからへんねんけど、限定商品っていうのも、その普通に調べてたらっていうのも書いてたから、限定商品なのか偽物なのか本物なのかっていうのが今のところほんまに分かってないので、ぜひ皆さん教えてください。で、3CE とエチュードハウスとバーバパパのコラボっていうのは書いてます。で、色が、1234。じゃん。こんな感じで、1234、1234ってやって、赤、ちょっとオレンジっぽい赤、ピンク、オレンジ。じゃあ、開けてみまーす。このな、ティントのさ、3CE のな、リップがな、全然取れへんっていうのを YouTube でずっと見てて、で、めっちゃいいやんと思って、もうめちゃめちゃ探してて、なんかいいのないかなと思って探してたら、これにたどり着いた。このタトゥーリップがめっちゃ欲しかったな。んで、はい、こんな感じ。で、バーバパパが書いてまーす。こんな感じでテープも貼ってあって、綺麗。ちょっとこれ、使ったから開いちゃったけど。じゃあ、ちょっと腕に、つけていきたいと思います。どれがどれかわからなくなった。あー、書いてるわ。じゃあまず1番の色を腕につけます。開けた感じこんな感じで、普通にリップって感じ。じゃあ腕描きます。おお、こういう赤青大好きやねんな。真っ赤のこの今唇に塗ってんのも実はこの赤です。んで、ちょっとだけティッシュオフして、色が薄くなった感じです。この感じを、ほら、この赤大好き。じゃあ次、二つ目。あとな、なんか、なんやろな、海外ならではの、この韓国やからかな、韓国ならではの、このティントが全部、なんかピーチっぽい味がすんねんやん。なんかその感じがめっちゃ好き。だから、これティント美味しいねんな。美味しいっていう表現わかんかもしれんけど。じゃあ次、2番いきまーす。じゃじゃん。わー、2番の方がちょっと明るい赤って感じ。まあこうやって見たらほんまに全然わからんかもしれんねんけど、すごい明るい赤です。あ、ちょっとこれ邪魔やな、ごめんな。鏡乗せて、今ティントやからな、化粧の化粧落としで取れるかな。綺麗にちょっと取ってから唇にものせます。だいぶ取れた。まあ化粧落としやからな、それ取れるか。はい、じゃあ2番つけまーす。うん、2番の方がやっぱりちょっと明るくて、でもオレンジっぽいと思ったら意外とピンクっぽいかも。うん、でも発色のいいこうパッとした赤って感じ、好きです。この色も。じゃあ次、3番はピンク色です。ピンク色ってあんまりつかまへんから、どんな色なんかって不思議やねんけど、じゃあ先に腕につけていきたいと思います。おお、真っピンクや。わかるかな、こうやって見たらちょっと薄く感じるかな。結
構なピンクです。じゃあちょっと拭いてつけていきます。よし、取れた。じゃあピンク色つけてみます。あ、ピンクや。でも可愛いかも。うん、思ったよりなんかこうちょっとこう若い子がつけるちょお遊び感覚のピンク系なんかなと思ったけど、普通に可愛いピンク色やった。ピンクメイクとかやったらなんか可愛くなりそう。ちょっとティッシュオフします。うん、あ、結構この色好きかもしれへん。なんかピンクのちょっと可愛い女の子系になれそうで好きです。なんかピンクにちょっと赤をプラスしてなんかいい感じの色にもなりそうな気がします。思ったよりええやん。最初見た目ちょっと嫌やなと思ってたけど。じゃあ次、4つ目は何色なんかな、赤なんかな。ちょっと一回開けてみます。いや、でもオレンジっぽいねんな。じゃあちょっと塗ってみます。いや、でも赤っぽいぞ。なんかタバスコ系の色してる。この1、2と4がめちゃめちゃ色が似てる。じゃあ取ってつけていきたいと思います。よし、取りました。じゃあ早速つけていきます。あれ、赤や。あー、結構な赤や。え、なんかすごい、この赤は結構昭和系の赤じゃない。うんうん、はい、ティッシュオフしてこんな感じです。なんかこっちの赤色は結構明るい赤でちょっとお遊び感出るかな。今のメイクやから余計かな。難しいな。これはどっちかっていうとこの内側の唇につけてでトワーって広がした方が使いやすいかなって思う。なんかこの4番は全体に塗ったらちょっとなんかやりすぎ感が出る気もするけど、みんなはどの色が好きかな。あわ、この赤色はちょっとな。でもな、こうやって鏡で見たらな、可愛いねんな、この色。決まらへんじゃん。決められへん。はい。ちょっと、こっちの方も。この、ティント、あ、やっぱ全然取れへんわ。ここでバーって今拭いたけど、普通のティッシュやねんけど、ここで拭いても、ほら、すごい残ってます。まあ、ぜひ皆さんも、この、めちゃめちゃ人気のリップたち、ぜひ使ってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあ、またねー。